デゼルは日本の競争は主なカチクラに2021年の半身品はステークス。場名の意味は翼。1歳時に放牧中の事故により、左甲子施設上部系骨炎に骨折を発症。その直後に右甲子施設の関節炎を患うなど、すでに開始されていた、ヤシロ大サラブレッドクラブでの募集を一旦停止しなければならないほどにデビューを危ぶまれる状況であった。 3月15日半身の3歳未勝利戦で、竹豊を背に一番人気で出走。スタートで後手を踏み後方から追走すると、最後の直線で上がり最速34秒4の末、足を繰り出して勝利しデビュー戦を飾った。続く5月3日のスイートピーステークスでは、後方待機策から直線で鋭く、足を伸ばすと後続に一馬身3、4冊け解消し、 オークスへの優先出走権を獲得した。迎えた5月24日のオークスでは、デアリングタクトに次ぐ2番人気で出走、後方追走も、直線で伸びを欠いて11着に沈んだ。秋に入り、9月20日のローズステークスでは出遅れて、後方からレースを進め、最後の直線では、メンバー最速となる上がり3ハロン33秒8の、末足で追い込むも4着に終わり、 三歳シーズンを終えた。1月11日、中山のゲイシュンステークスでは、後位追走から直線で足を伸ばすものの三着。続く、初音ステークスでは、道中後方追走からしぶとく、足を伸ばすと最後は、シングフォーユー一番審査つけて、勝利、三勝目をマークする。4月10日の阪神品馬ステークスでは、道中中段のやや後ろを追走すると、 直線で外から足を伸ばし最後はマジックキャッスルを首逆して解消し重傷発生波を果たした。自走のビクトリア・マイルは4番人気で挑んだが後方待機から今一つの伸びきれず発着に敗れた。以下の内容はヤビスサーチ及び NETKEIBA.com に基づく。ありがとうございます。